日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて、日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日は、煮え湯を飲まされるという一語を皆さんに紹介します。煮え湯というのは、熱いお湯のことを言っています。ここで、皆さん、ちょっと想像してみてください。もし、とても信頼している人から、このお茶、飲みごろになったよ。 と言われて湯のみを手渡されたら皆さんはそれを疑うでしょうかきっとそうなんだと疑わずにすぐに口をつけるのではないでしょうかでもそのお茶が本当は熱かったらやけどしてしまいますよねこの例えのように「煮え湯を飲まされる」とは信頼していた人に裏切られてひどい目に遭うことを言う言葉です。例えば、 親友には今朝もにえゆを飲まされたばかりだというのにどうにも憎めなくてついまた口車に乗せられてしまう祖父は親友の借金の保証人になってしまい散々にえゆを飲まされたらしい長年可愛がってきた後輩が引き抜きを受けて大手の会社へ移るらしい私には一言も相談がなかった 誰しも自分の人生があるとはいえこうも恩知らずなのではまるで煮え湯を飲まされたような気分だというように使いますさてどうだったでしょう皆さんも煮え湯を飲まされたという経験は今までにありましたかまた皆さんの国でもよく似た表現はありますかぜひ教えてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良い一日をまたね